はい、皆さんこんばんは。ショーです。ということで、本日はですね、ちょっとマイクの調子がそうですね、コメント欄の方です。調子悪いって感じなんですけれども、ちょっと帰ってきたんですが、どうですかね。まあ、ダメだったら今日もコメント欄で言っていただければなと思うんですけれども、まあ、本日は、お知らせの方でですね、まあ、あれです。簡単に言うと、アップデートが来ました。2つ新機能が、追加されました。両方とも紹介するんですけれども、今回はポテンシャル解放機能のアップデートとアイドル自動保存設定機能っていうものが、2つ追加されましたということで、こちらの方を紹介していきたいというふうに思います。はい。まずですね、ポテンシャル解放機能、これ見た瞬間僕が思ったこと、ついに、まあ、ポテンシャル30来たかと。思ったんですけど、まあそんなことはなかったです。はい。そんなことはなかったんですけど、ポテンシャル解放のところに、一番上にね、左横に、所属確認っていうのができて、まあそれが何ができるかっていうのは、まあ実際目で見た方が、まあ早いかなってところなんですけれども、もう一つはアイドル自動保存なんですけれども、もし仮に、仮にじゃねえ、ガチャで SS レアと S レアをね、スカウトすることができたときに、スカウトしたときに、まあ言っちゃえばね、プロダクションの方に行くわけじゃないですか。はい。プロダクションか、まあ、プレゼントボックスどっちかに行くわけなんですけれども、まあ、結局、ボックス、まあ、プロダクションに入った時に、勝手にロックかけてくれるんですよね。まあ、保護設定。まあ、保護っていうのは、ちょっと僕のボックス見ていただければわかるんですけれども、保護っていう状態は、まあ、要は左横に、まあ、ちょっと見てみましょうか。まず。この鍵のマーク、姫川ゆきっていうこのところの、横に鍵のマークがついてると思うんですけれども、まあ、これで、ロックされてるというか、保護されてるという感じでございます。まあ、これされてることによって、間違って移籍させちゃったりだとかっていうことがないです。まあ、移籍させちゃったりだとか、これしてると移籍ができないのと、女子寮に移動することができなくなるので、まあ間違って何かしちゃうことっていうのはないです。まあ、基本的に SS レアは、まあやっぱりね、使うわけじゃないですか、皆さん。ね。なので、まあ大体 SS レアの子に関しては全部僕はつけてるのですが、まあこれを自動でできる設定が、今回つきましたと。もう神アップデートですよ、本当に、マジで。これでやり方なんですけれども、これシステム設定らしいんですよね。このシステム設定から下に行くと、ここですね。はい、一番下にあります。アイドル自動保存設定なんですけど、アイドルが所属した瞬間に、保護が行われますよと。まあ僕全部チェックしてないんですけど、まあこれね、SS レア所属した際に自動で保護するにします。はい。これでいちいちかける必要がなくなるので、SS レアをね、手に入れた時には、まあスカウトした時にはもう勝手にロックしてくれると。非常にありがたい機能でございます。これは OK しておきます。はい。というのがアイドル自動保存機能でございますね。で、もう一つの方がポテンシャルの機能だったんで、ちょっとポテンシャル解放いくんですけれども、これやばいんですよね。これ感動した、俺。本当に。ポテンシャル解放はできてるわけでございますが、このね、渋谷凛っていう名前の横に、確かに名前の横に所属確認っていうふうにね、書いてあるんですけど、左横にね、書いてあると思うんですけど、これを押すと、自分の持ってる、レア、まあ、リンのね、カード、まあ、僕の場合、リンのカードがこれだけあるんですけれども、これが全部確認できた上で、まあ、これで何ができるかって言ったら、ポテンシャルがちゃんと反映されてるかっていうか、どれぐらいのポイントで反映されてるかっていうのを、いちいち、ボックスの方、プロダクションの方行かなくても確認できるようになったんですよね。ソワピルチとか。はい。とかね、ほんと、ビジュアルだったら誰が一番高いのって言ったら、S レアのリンの方が一番やっぱね、高いと。ストーリーの輪が高かったりだとか、やっぱり見れるわけなんですよ、同じカードでも。同じカードで見比べるのがすごくやっぱ大事になってきて、ファン数上げたりだとか、まあ、好きなカードやっぱ入れたいじゃないですか、やっぱり、編成に。その時に、でもやっぱりスコア出したいなって時に、非常に便利な機能かなっていう風に、すごく思いました。はい。まあ、あとあれなんだよね。持ってたっけみたいな確認もできるわけなんですけど、あともう一つね、ちょっとまあ、うずきのところで見てみたいんですけど、まあ、僕大体 S レアは全部女子寮に入れてるんですけど、このね、女子寮ってちゃんと出るんですよね。ほんと。びっくりした。まあ、これで、女子寮に預けてようと預けてないであろうと、これで確認できるんですよ、要は。まあ、なんで、非常にこれはね、便利で、すごく助かる機能だなというふうに思いました。はい。その5枚編成とかに結構やっぱポテンシャル解放を早くしたいアイドルがいた場合っていうのは5枚編成するわけなんですけれども、まず5枚持ってたかな、何枚持ってたかなっていう確認にもできるんで、本当に便利ですね。マジで助かる。まあ、まさにね、僕ユッキのポテンシャル解放を、まあ、急いでやってるわけなんですけれども、ユッキとかね、何いたっけなとか、覚えてないかもしれないですけど、めっちゃいるんですよね、ユッキ。SS レアが2種類、で、S レアがね、4種類もいる。ほんと。うん。S レアが4種類もいるんですよね。だから、本当に助かるかな。感じでございます。はい。っていう感じですね。ということで、この2つの機能をうまく使っていけば、よりね、デリスで楽しめると思うんで、使ってみてはいかがでしょうかという感じでございます。はい。もし、また毎回おかしかったら言ってください。試行錯誤中でございます。多分ね、カメラになった瞬間大丈夫だと思うんですけど、いかんせんまだ僕の目が治ってないんで申し訳ないです。はい、感じで以上が、今回の動画となります。もしよかったらチャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします。また Twitter の方もやってるので、ぜひ Twitter の方の、フォローもよろしくお願いします。では、また次の動画で、お会いしましょう。じゃあね。